前回の茂木が5位でしたからよしというところだったんですが、2ヶ月くらいこれ言ったのかな、はい、あるとこれはどうなんですか、やっぱりちょっとこう、まあ、またね、スパイスーパーチティングですよ、ね、また久しぶりという感覚はね、いいなと思いますね、はい、さあその久しぶりの SLA 現在トップを改装している佐野くんです。そしてこちらは4番手まで、まあ、序盤のミッドラインが効きまして、ここで起用することになりました伊沢です。伊沢はしかし今オープニング、そしてファーストラックが終わった後のセーフティーカーランでイニエピットに入ってきて、はい、ラスト起用したわけなんですが、レースラックを見ていてもベストタイムの16周目は9秒台、そしてあとは9秒台を揃えていて、ちょっと週末こちらのスピード的には少し足りないかなという感じが見えました。そうですね、まあ、先ほどまで一番上手に入ってる感じで、でも私は思ったようなね、うん、今の動きでは結構できてない、そうですね、ああそうですね、はい、ただチャンピオンシップのことをやっぱり彼も今日までいろいろ考える、そして今日の発言者も体のスローで一気にチャンピオン争いに波を上げた、はい、そしてチャンピオンを出せないことが見えた、そのシーンの戦い方っていうのは分かってますから、こういうチャンスやっぱり直すわけじゃないですよね。そうですね、ここの2回セルティングが入ったことによって状況は、ね、少し良くなってきたので、はい、これ大きくポイントを取れるチャンスが出てきますから、本当に周回を走っていますね。そしてこちらは今塚越智大選手がオーバーテイクボタンを押して前を行きます。松田継雄選手を追っているんですが、中盤で争い、松田継雄にとりましても、まあね、予選ではなんとかトップ6あたりには入っていたんです。